ならないかっていうのがすごいヒヤヒヤでしたね。あのドキドキブログ、そうすごいドキドキしてた、あれ送るのに、あ大丈夫かなと思ってすごいドキドキしてた、私がドキドキしてたっていう。可愛くなってね、そんなありがとうございます。多分あれですが、あの光の関係です。はい、ミニメロンパンとかも食べる。ミニメロンパンですか、2つ入ってるメロンパンですか、4つ入りのメロンパンとかが、ね、全然食べますけどね、そういうのも。おこんにちは、こんにちはです。中にクリーム入ってるメロンパン、中にクリームが入ってるメロンパンに私は逃げがちだったりもします。うん、結局それ美味しいからね、中にね、あのクリーム入ってると。だからね、あの本当に美味しいメロンパンは何も入ってないやつでも、中途半端に食べるんだったら中にクリームが入ってるやつだと普通に、あの大体外れはそんなにないんで、うん、食べちゃうよね。10期生の可愛い担当誰の話だ、私じゃないな、少なくとも。心霊スポットで OK、 心霊スポット OK でメロンパンが NG なの。ああ、なの、桃によるな、桃による、そう、物によるね。 ありがとうございます。ちくわとパンダのミックスの方からスイカをめちゃめちゃたくさんいただいてます。ありがとうございます。スイカありがとう、ありがとうございます。あなたです、私ですか、私はそんな可愛い担当ではないかもしれないけど、そう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちはです。はい、ブログ審査にドキドキするってイガドンちゃんだけじゃない、そうかもしれない、私だけでもね、ショールームでね、あのね、暴れてるのはカノンちゃんが一番だと思うよ。ブログで暴れてるのは私だけどね、そう、私まだバンされたことはないんで、ショールームで。ブログはありますけど、うん、一番最初からねブログありました。一番最初に書いたブログがまずボツになって、赤い線がいっぱい入れられちゃって、赤い文字がね、で書き直して送ったんですけど、またダメって言われちゃって、もう一回書き直してきてって言われちゃったりしたし、うん、2回目もダメだったし、そう、何回か、うん、経験済みですね。そう、受験生のビジュアル担当こと五十嵐早香です。キラーン、そんなやめて、言わせないで、そんな恥ずかしい、何の勘違い、すごい勘違いにも程がありますよ。暴れる、そう、こんにちは、こんにちはです。そう、ごないな、お、really? Oh, is it lunch or dinner? スマートダッシュがボツ、スタートダッシュがボツ、そう、すごいね、ブログはもう本当に大変なのよね。事故はしょっちゅうだけどね、そう、ショールーム、そう、DMM も厳しい、DMM もそうですね。ブルノ、グーグルの赤ペン先生おるんか、いやありましたよ、そう、レック。やばい、レックされてる。こんにちは、こんにちはです。その格好で外出る、この格好で出ます、まあでも今日はちょっと下履いてないんでさすがに出ないですけど、うん、この普通にこの T シャツで外出たりします。だって別にね、おしゃれじゃないですか、この T シャツ。ちなみにね、これね、なんか確かね、あの早川ブランドっていう T シャツなんですけど、そう、結構おしゃれで気に入ってますね。はい、履いてたら、着たら履いてないですよ、そう、だって暑いもん。てかやっぱりシャツのイラスト癖強いな。でも結構ね、みくるちゃんが、またみくるちゃん今日多いね、みくるちゃんね、うん、なんかね、あの、意外とおしゃれじゃんって言ってくれた T シャツですね、うん、意外と。今日も履いてないんですか、下履いてくれ。いやこれ、ね、XL なんですよ、シャツが XL なんで、あのこれはパジャマでデフォルトで履いてないんです、これは。あのあえて履いてないの、あのワンピースタイプだから、普通にさ、なんていうの、こうやって、ほら、こうやってね、こんぐらい長いんですよ、だから履く必要はないんですよ、デフォルトです、これは。安心してください、最初から履く気ない服なんで、うん、こんにちは、こんにちはです。1005回目の初めまして来ました、ありがとうございます。それなら安心、そうでしょ、 XL サイズだからね、そう、ワンピースだと思ってくだ思ってます。はい、ワンピタイプね、そうワンピタイプ、うん、そう、釣りですか、釣られましたけど、うぅーシュリーン、大物釣りました、安心してください、履いてますうわーかわいい、やー Thank you、 はい、This shirt is really cute right、 安心できないし、安心してください。だってね、もっと短い、だって女子高生とかのワンピースの方が短くない、私のこの XL の T シャツよりね、そう、ドキがムネムネ
せるんじゃない、すいませんでした、お見苦しいもの。こんにちは、こんにちはです。マガナハポン、マガナハポン、ハロー。安心してください、今日も履いてません、今日も履いてない、暑い暑い。なんかね、帰ってきた時とか私最近ちょっとね、いや変な癖がついちゃって、帰ってきてまずジーパンは脱ぐんですよ、暑いからジーパンは脱いで、でなんならね上も脱いじゃったりするんですよ最近の癖でそうだからね、実質普通に下着でねうろちょろしちゃったりしてます。はい、ちょっとねこれはね、やめたいなと思ってるんですけどね、なんせエアコンとかついてないじゃないですか、帰ってきたばっかり。もう部屋もめちゃめちゃ暑いんでね、部屋が涼しくなるまでねすっぱだかだったりします。公演の後とかね3時間ぐらい普通にねすっぱだかでね、部屋でこうダラーっとしちゃってたりしたし、ダメだね本当はね。わーわーと、そう一人暮らし最高、一人暮らしあるある、デジェスのねあるあるだよね。そう、とうとうありがとうございます、カレーライスの方からとうとういただきました、ありがとうございます。女子高生は履いてる、あー黒パンをね、まずズボンをそう脱ぎます、わかるでしょ、わかるでしょ、まずはズボンなのでついでに上も脱いじゃうの。そう、靴下は、靴下も脱ぐ脱ぐ、靴下も嫌だ、うん、あまず靴下かな、靴、あ違うな、本当に暑い時は本当まずズボンズバーって脱いで、でそっからハーンっつって靴下脱いで、洗濯機の中にバーンって放り込んで、うん、そういう人はよく聞くね、そうオープン系アイドル五十嵐さやか誕生、そうジーパンきついからね、ジーパンは絶対脱ぐよね。10期生のセクシー担当五十嵐ですセクシーでもないな、でもそこまで行くと普通にね、裸族が増える、夏は裸族パーティーだから、みんな裸族だから、うん、日本人みんな裸族、うん、ちょっと後ろの人形取ってきてほしい、なんでよ、人形、人形よいしょ、あよいしょ、じゃじゃん、そうこれね、これね、SS 配信ありがとう、 SS じゃないです全く、普通にあれですよ、なんかお父さんが家でパンツ一丁になってるみたいな感覚ですよ。そうフィリピンやたらほぼ裸やったしな、そうフィリピン人の男性の方とかってね、T シャツをブラみたいにしてね着るんですよ、お腹の上にこうやってうまくしてあげてこう乗っけてしたりしてますね。喉痛い、こんにちは、こんにちはです、はじめまして、うん、こんにちは、こんにちはです、そうこんにちはです、こんにちは、うん、惜しいいや見えないです、安心してください、見えない。フィリピンからのご挨拶ありがとうございます、 Thank you so much、 フォローしました、ありがとうございます、フォローありがとうございます、ぜひぜひね、まあ気が向いたらでいいんですけどね、うん、なんかまあ暇な時見てやっかって方はね、ぜひぜひフォローしてみてください。なんかちょくちょくやってるんで、明日もやります、配信、明日は木曜日だから英語配信ですね、 Tomorrow is English stream since it's Thursday、 yeah, I'll speak English for full streaming。 そういえばラブさんは今どちらに、ラブさんはね実家の方です、でもそろそろこっちにも来ると思います、うん、そう多分ね来るよそろそろ、うん、ラブさんも連れてくる、 That's nice, yes, so if you're free let's talk tomorrow too、 うん、お疲れ様です、お疲れ様です、二十歳になったらセクシーを爆発させてください、させましょう、二十歳になったら、19歳のうちにやっておかないといけないことって何かありますか、皆さん、ちょっと皆様の経験を、そろそろ来るとは、猫がね来るんですよそろそろ、うん、何しといた方がいいですか19歳のうちに、どうしよう、そう飲酒はダメじゃないですか、そう飲酒は二十歳になってからでしょ、うん、何すればいいんだろうな19歳のうちに、ショールーム縦画面ならチャンス増えるのに、縦画面ならチャンスが増える、どういうチャンスだそれはツインテール、ツインテール、グラビアやろ、10代のうちにグラビアやりたかったな、
やりたかったけどちょっとさすがにもう今頃は来ないな。あ、いいかもしんない。え、意外と可愛くない？なんかいそう。あ、意外と可愛いかもしれない。宇宙人みたい。なんかね、宇宙人でいそうだよね。あ、いいじゃん。うん、公園で他チームアンダー出演しましょう。あ、したいですね。でもまだ練習 してないんで、あの練習してくださいっていうのが来てないんで、どうなのか分かんないですけど、コスプレね、あの制服また着ておきますか、10代のうちに。もう一回ね、写真集の話来たらウケる。いや、写真集の話ってそんなね、すごいあのあったとしても、なんか 何年後とかの話ですけど、まあもちろん来たらね、まあやってみたいはやってみたいですよね。シャツの癖が強い。そんな強くないです、シャツの癖は。そんなに強くないです。可愛いシャツです。子犬、あー、子犬役のあれですか、あの公園で、ね、確かに19に見えないんだよな。そう、25に見えるんだよな私。古畑奈緒さんと会ったことはあります。あ、もちろんございますよ。そう、あの事務所行くときにすれ違ったこともありますね。はい、いや、I have、 こんにちは、こんにちはです。イエーイ。背中で語る T シャツだから、そう、背中なんかでもこれね、なんかお葬式のシャツみたいで嫌だって言われちゃったね、前ね。カノンちゃんと話したことある。カノンちゃんとね、そう話したことありますよ、実は。カノンちゃんと、うん、カノンちゃんね、こっちの部屋来たこともありますよ。そう、カノンちゃんとキムチ鍋パーティーもしたことありますよ私。そう、カレーライスの方からだるまさんいただきました。ありがとうございます。ありがとう。それな、そうね、そんなお葬式、こういう T シャツ最近ありません、別に。よくそんなお葬式ですか。イガノンちゃんの婚約はいつになることやら。いつになるんですかね、ちょっとまだ遠いですね、きっと。なぜそれを放送しない、なぜ。まだな、確かね、カナンちゃんのお誕生日だったんですよ、それは。そう、カナンちゃんのお誕生日で、カナンちゃんのお誕生日だったから、下手したらまだね、もしかしたら私はあれかも、あれなんですよ、私が元気になってたのって、別に半年間かかって元気になったんじゃなくて、全然ぶっちゃけ4月ぐらいに復帰したいって思ってたんですけど、そう、いろいろなね、あの大人の、準備の事情でね、そうこうなっちゃっただけね。結構ね、元気な時だったんで、そうだ、確かその時かな。そう、背中ってどんなの、背中はこういうね、こういうやつです。こうバーコードが上に敷いてて、こういうちょっと凝ってるんですけど、今年のやつは凝ってないです。そう、なるほど。そう、なんかあれっぽいの、犬じゃないです、これは人面猫ですね。そうさんちゃん、早川先生が鬼のライン行くとき嬉しいこと言ってて、言ってくれたね、さんちゃんね、本当にいい子だから、さんちゃんは本当にいい子よ。なるほど、家っぽいね。そう、家っぽいって言われんの、リボンが。そんなに家っぽい。そのバーコード読み取ると大丈夫です。それはこれは何でもないバーコードです、ただの。そう、猫なん、人面猫です、これは。よく体を見たらね、猫なんですよ、犬じゃなくて。そう、この形とか、ほら、こう隠せば猫じゃない。ヒロシ、そう、ヒロシって名前の子です、これは。白黒で縁があるから、あー、だからか。見返り美人か数字は何の意味が。数字はほら、これは9月19歳です。9月19歳のやつです、これは。そう、このバーコードも実は、ね、書いてあるんですよ、ここに。
早川五十嵐、ん違う、この数字がね、2020年9月19歳、そう、もうすぐお誕生日か、あと2ヶ月で誕生日ですね、二十歳ですよ、あと2ヶ月で。ひろし、捨てられたひろしはまだ実家にあります、大丈夫です、シュールな世界観。そう、家に見えるといえば黒い縁がまずかったかな、黒い縁なかった方が良かったのかな、なんか全然来てくださらないからな、シーカーズの方々、ハイダンドシーカーズの皆さんね、そう、あと1ヶ月、1ヶ月か、あと2ヶ月じゃなかったか、あと1ヶ月ですね、もう、うん、紙粘土まだあるの、紙粘土まだありますよ、あ、センタンティーだったのか、そうです、あの生誕ティーです、これは。博士のお値段は100ペリカです、安いですね、100ペリカってあってさ、あれだよ、円に直すとさ、確か100ペリカだから1円、ルビーで乾杯、いいね、何ルビー、ルビーってなんだろう、そう、いろいろ芸が細かい生誕ティーだった、そう、結構ね細工がありました、こんにちは、こんにちはです、バーコードが読み取れたらウケるんでね、でもねこれは自作なんで多分ね読み取れないですよ、そろそろ終わりにしましょうかね、ちょっとね喉が痛くなってきちゃってごめんなさいね、いつから始めたっけ、15時からかな始めたの、そう、じゃあそろそろ終わりにしますかね、ありがとうございました、お大事にね、ありがとうございます、すいません、また明日も配信します、明日は英語配信なんでちょっとまあ入りづらいよって方はまあ大丈夫ですし、全然英語配信でも全然ね英語をコメントは英語じゃなくてもいいですし、日本語でもいいですし、英語自体ね面白くてやってるだけですから、なんだろう、そんなきちんとした英語を打たないと恥ずかしいとか全然思う必要ないですよ、うん、むしろね、英語をみんなで話そうみたいな配信だから、うん、全然全然英語の勉強になるからっていうぐらいがちょうどいいと思ってるんで、全然あれですからね、そう、皆さんも入ってきてください、 It's time for yeah sorry I'll go now, tomorrow is English stream, so I think I'm gonna stream around at night, maybe like Yeah, at night, I'll stream tomorrow. ね、明日もね、夜配信させていただきます。ぜひぜひ、暇だったらね、お越しください。まあ、気が向いたらフォローもぜひよろしくお願いします。勉強させてもらいます。いやいや、ありがとうございます。聞き流す英語配信、聞き流してください。はい。Night, yes, night. よっしゃー21? 21か。予約はする？予約した方がいいね、きっとね。ああ予約、じゃあね明日はどうしましょうか、じゃあ決めちゃいましょう、明日は何時がいいかな、あ、What time do you want? フォローはずっとしてます、ありがとうございます、フォローずっとしてるんですね、ブログのネタは見つかりましたかなんかちょっと頑張って書いたけど、もしかしたらメロンパンのことを書くかもね、そう、暇じゃなくても時間作るよ、ガチ勢じゃん、私ガチ勢じゃん、嬉しすぎる、マラミンさんも、マラミンさん Thank you so much, tomorrow's stream will be 21は GBT だから、その前がいいかな、20時どうでしょう、 How about 20 o'clock 20 p.m. 8 p.m. in Japanese time, is it okay, I will stream tomorrow at20 p.m. I mean 8 p.m. in Japanese time. 一日暇なの。明日はね、結構いろいろあって、まあ、予定もなくなってしまいましたし、はい、暇ですね。21時だと、配信中、大富豪やるのか。配信中ちょっとできないんですよね、実は。まあ、携帯使ってるんで。なんで、20時から配信で、21時からまた大富豪しようかなって思ってるので、ぜひぜひね、気が向いたら来ていただけたらなと思います。はい。ね、7 p.m. in Hong Kong time. ああ、OK。いや、is it okay for you? いや、1台しかないからね。そうなんだよね。そう、1台しか携帯ないからね。ごめんね。そう。sounds good. OK, OK. Thank you so much. はい。じゃあ、そろそろランキング発表をしていきたいと思います。
あ、今日の大富豪は結局21時から何分くらい、あ、はい、あ、today's、あ、今日の大富豪、なんで英語になっちゃったの、今日の大富豪は、はい、21時から、5分おきは5分おきなんですけど、21時5分じゃなくて21時6分、21時11分、21時16分、21時21分っていう、あの、感じにさせていただきますね。はい、today I'll do a million game at、9 p.m. 9.6 and next is 9.11 next is 9.16 9.21 how do what do you call that, it's still 5 minutes later, but the first game is not 9.5 I'll stream from 6 minutes。 ちょっと英語だと難しいね。はい、ということでね、やらせていただきます。はい、 Thank you so much、 ありがとうございます。時間設定が巧み、いや、ちょっとわかんない、その方がもしかしたらマッチングする率がね高くなるかなと思って。21時1分から5分刻みですね。あ、そうだ、21時1分だ。 The first one is 9.1。 いや、 sorry sorry、 そう、21時1分からです、ごめんなさい、忘れてました。 The first game is 9.1、The second game is 9.6、9時1分が一番最初の、9時6分が2回戦目っていう感じでね、1時間やらせていただきます。はい、まあ、この後も多分やると思うんですけどね、マッチングしたらぜひよろしくお願いします。はいはい、じゃあということでですね、 あれな、大富豪のコメントに書いて、あのね、実はね、定型文みたいなのしか書けないからね、細かくはね書けないんですよね、こうシステムとか、ただ何時からやりますとかはね、なんとか文章作って書けるんですけど、ちょっとね、あれ実は打つやつじゃなくて定型文をこう組み合わせてる感じなんで、あれなんですけど、はい、ごめんなさいね、でも書いておきますね。 Try to meet you tonight. Yeah, hope we can meet today. はい、じゃあそろそろランキングさせていただきます。あれるといいな、本当にね、急いで早川先生のカードに変えないとありがとうございます。はい、ということで、ランキング発表させていただきます。13位ユニコーンの方です、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして12位が名探偵のアバターの方です、ありがとうございます、ありがとう、 Thank you so much、 ありがとう。11位の方は、STU さんのアバターの方です、ありがとうございます、ありがとう。そして10位の方はお団子を持った方です、ありがとうございます、ありがとう。そして9位の方は、フィリピンの国旗と日本の国旗を持った方です、ありがとうございます、ありがとう、 Thank you Thank you so much。 そして8位の方はカレーライスの方です、ありがとうございます、 Thank you so much、 ありがとう。そして7位の方はパンダの方です、ありがとうございます、ありがとう、 Thank you so much。 そして6位の方は白い馬の方です、ありがとうございます、ありがとう、 Thank you, thank you、 ありがとう。そして5位の方はホッカミの方です、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。そして4位の方はペンペさんです、ありがとうございます、ありがとう。そして3位の方はウルちゃんさんです、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位の方がどんぐりの方です、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして1位の方はシャンシャン、 Thank you so much シャンシャン、ありがとうございます、 Thank you so much、 ありがとう、ありがとうございます、本当に皆さん。ということでですね、はい、あの、行かせていただきますね、そろそろ。多分この後大富豪やったり、あと筋トレしたりとかしかないんだけど、やることはね、やらせていただきます。ありがとうございました。今回もね、配信見ていただいて本当に嬉しいです。明日の配信は、20時から英語配信となります。ぜひよろしくお願いします。喉を大事に、ありがとうございます。喉ね、ちゃんと水も飲んで、皆さんも水ね、ちゃんと飲んでくださいね。ありがとうございました。 Thank you so much、 ありがとう、バイバイ。またね、ほっかむりが毎回つぼる、ほっかむりの方ね、ありがとうございました、バイバイ、またね、バイバイ、 See you tomorrow、 See you tomorrow、 バイバイ。白飛び、ありがとうございました。はい、初見の方もありがとうございました、バイバイ。またね、ズボン入ってね、履かないよ、バイバイ、またね、バイバイ、ありがとう。体調気をつけて、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ。服着てね、服は、たまに着るよ、バイバイ、ありがとう、またね、バイバイ、またね、ありがとう。おやすみ、おやすみじゃないね、まだね、また、今日は21時からね、バイバイ、ありがとう。